ワイルドスピードはアクション映画を中心としたメディアフランチャイズである。このフランチャイズには短編映画、テレビシリーズ、ライブショー、ビデオゲーム、テーマパークのアトラクションなども含まれている。ユニバーサルピクチャーズが配給している。2001年に第一作が公開され、違法なストリートレースに焦点を当てたオリジナルの3部作が始まり、 ワイルド・スピード X3 東京ドリフトでクライマックスを迎えた。その後、ワイルド・スピードマックスでは強盗やスパイをテーマにした作品に移行し、4本の続編が公開された。ワイルド・スピード・ジェット・ブレイクが2021年に公開される予定で、10作目、11作目も予定されている。主要作品はファストサーガと総称されている。 ユニバーサルはこのシリーズを拡大して、スピンオフ映画、ワイルドスピード、スーパーコンボ、その子会社である、ドリームワークスアニメーションは、ウェブテレビアニメ、ワイルドスピード、スパイレーサーを制作した、全作品のサウンドトラックアルバムが発売されている、ほか、作品中で聴ける既存の音楽を収録した、コンピレーションアルバムも発売されています。また、 シリーズに関連した2本の短編映画も公開されている。このシリーズは商業的にも成功しており、ユニバーサルにとって最大のフランチャイズであり、シリーズ全体の興行収入が58億ドルを超え、史上10番目に高い映画シリーズとして位置、付けられている。映画以外では、ユニバーサルスタジオハリウッドのアトラクション、ライブショー、コマーシャル、多くのビデオゲームや玩具など、 他のメディアでも注目を集めている。主演のポール・ウォーカーとビン・ディーゼル2000年、俳優のポール・ウォーカーは、ロブ・コーエン監督とザ・スカルズ、ドクロの誓いで共演していた。コーエンは、プロデューサーのニール・エイチ・モリッツとユニバーサル・ピクチャーズのタイトル未定のアクション映画の契約を結び、ウォーカーに夢のアクション映画を提案してほしいと持ちかけた。ウォーカーは、映画、デイズ・オブ・サンダーと、 フェイクのマッシュアップを提案した。その直後、公園とモリッツは1998年5月に発行された雑誌バイブに掲載されたニューヨークで活動するストリートレースの秘密のサーキットについての記事を持ってきて映画ハートブルーを再構成し、ウォーカーがロサンゼルスの地下ストリートレースの世界に潜入する任務を負った。 潜入捜査官として登場するストーリーを提案した。スタジオ側は大ヒット作60セカンズの成功を受けてティモシー・オーリファントをドミニク・トレッド役に起用する案を温めていたが彼は断った。その後、モリッツはピッチ・ブラックに出演したビン・ディーゼルに粘り強く働きかけ、ディーゼルは何度も脚本の変更を提案して受け入れられた。モリッツはレーサー X。 レッドライン、レースウォーズ、ストリートウォーズというタイトル案の中から選ぶのに苦労したがアメリカンインターナショナルピクチャーズのドキュメンタリー番組で1954年のロジャー・コーマンの映画ザ・ファーストザ・フューリアスを見てインスピレーションを得た2001年6月に公開された本作は工業的にも大成功を収め2002年9月には続編の制作が決定した ディーゼルは脚本が前作に比べて劣っていると言って続編への参加を辞退した。公演も続編を辞退し、ディーゼルが主役の映画トリプル X の開発を選択した。これらの変更を考慮してユニバーサル社は脚本家たちにウォーカーを主役にした独立した続編の制作を依頼し、新たにジョン・シングルトンを監督に迎えた。撮影は1年遅れで行われ。 制作場所もマイアミに移された。ウォーカーの新たな共演者として、シングルトンとは映画、サウスセントラル LA で共演したタイリース・ギブソンが起用され、シリーズ初のロングランキャストであるデュダクリスが登場した。ユニバーサル社は第3作でディーゼルを呼び戻そうとしたが、彼は他のプロジェクトや脚本を嫌って、再び辞退した。 ウォーカーや他のオリジナルキャストの復帰を確保できなかったため、ユニバーサル社はフランチャイズのリブートを命じた。脚本家のクリス・モーガンは新しいキャラクターを登場させ、車に関連するサブカルチャーに焦点を当て、日本には世界最大級の自動車産業があることから、シリーズの舞台を東京に移し、主に車後半のためにシリーズを復活させようと試みた。モリッツは、 東京ドリフトと似た要素を持つ映画、ベターラックトゥモローでの林監督の仕事ぶりに感銘を受け、ジャスティン・林監督を起用した。さらに、リディックのキャラクターの権利を俳優のプロダクション会社が取得するのと引き換えに、ディーゼルを仮名を出演させることができた。第3作は、フランチャイズの中で最も経済的に成功しておらず、低調な評価を受け、 フランチャイズの将来は宙に浮いたままとなった。フランチャイズから離れたディーゼルは、リリック、キャプテンウルフ、コネクションマフィアたちの法廷など、工業的にも、批評的にも失敗作を連発していた。ユニバーサル社との話し合いの結果、両社はシリーズの復活に関心を持った。ディーゼルと契約し、リンの復帰を確認した後、ユニバーサル社は、 第一作のオリジナル共演者の追跡調査を行い、2008年半ばに、ウォーカー、ミシェル・ロドリゲス、ジョーダナ・ナブリュースターと再契約した。ウォーカーは当初6年ぶりにフランチャイズに復帰することに消極的だったが、ディーゼルはこの映画が最初の真の続編とみなされることを確信した。三作目でハンルーが死んだと思われていたため、彼の登場を考慮して、 フランチャイズのタイムラインが変更された。批評家の評価は賛否両論でしたが、この映画はフランチャイズを再活性化させ、ディーゼルとウォーカーのスターパワーを発揮しました。第3から6作の監督を務めた、ジャスティン・リン2011年、メガマックスが公開された。ユニバーサル社はこの映画を開発するにあたり、これまでのストリートレースの要素を完全に排除し、 車を使った強盗アクションシリーズに転換した。これにより、車やカーカルチャーを重視することで敬遠されがちな観客層を獲得することを狙った。メガマックスは、カーレースが一回しか登場せず、銃撃戦や乱闘、強盗などのアクションに重点を置いたシリーズの過渡期の作品とされている。また、本作は、ドーイン・ジョンソンが出演し、 その演技が高く評価されたことでも知られている。2011年末、ロサンゼルスタイムズ紙は、ユニバーサルが、第6弾と第7弾の両作品を一つの、ストーリーでアプローチしていると報じた。モーガンは自由と家族というテーマを想定していたが、後に、スパイの要素を取り入れたいというスタジオ側の意向を、考慮してシフトした。インは、ディーゼルとの話し合いの後、メガマックスの撮影が終わる前に、 ユーロミッションの12分間のフィナーレの絵コンテを描き、プレビジュアライゼーションを行い、編集を始めたことを明かしている。その際、従来の2年間の撮影間隔を破るために、2作品を連続して撮影する案も検討されたが、林監督の意向により断念された。公開後、第6作目はシリーズ最高の興行収入を記録した。ユニバーサル社は、 2014年に大規模なイベント映画がなかったため、スカイミッションを2013年半ばに急いで、プリプロダクションに入った。これは、スカイミッションが銀行の資産としてのステータスを持っていたからである。インは、ユーロミッションのポストプロダクションを行っていたため、7作目の監督には戻らないことを決めた。2013年11月30日、撮影が、 半分しか終わっていない状態で、ウォーカーが単独事故で亡くなった。ウォーカーの死後、撮影は、脚本の書き直しのために延期され、彼の兄弟であるケイレブとコーディが代役として、彼の残りのシーンを完成させた。脚本の書き直しにより、ウォーカーとブリュースターの、両キャラクターのストーリーアークが完成した。視覚効果会社のエーダ、デジタル社は、ウォーカーの似顔絵を再現するために採用された。 また、この映画では、ナタリー・エマニュエルが、キャストに加わった。最終的に、本作は延期の末、2015年4月に公開され、15億ドルという、フランチャイズ最高の興行収入を記録した。また、批評家からは、本作のアクションシーンやウォーカーへの感動的な、オマージュが評価され、最も成功した作品となった。しかし、 再撮影を伴う監督業の負担を考え、ワン監督はフランチャイズへの復帰を断念し、ユニバーサルはカイゲーリー・グレイを第8作アイス・ブレイクの監督に起用した。この映画はフランチャイズを完結させる新たな三部作を開始することになっていた。ディーゼルはスカイ・ミッションにカート・ラッセルとシャーリー・イーズ・セロンをキャラクターとして、 登場させることで、これに到達することができると発表した。本作は2017年に公開され、批評家からは様々な評価を受けた。多くの批評家は、演技やアクションシーケンスを称賛する一方で、ストーリーや長い上映時間を批判した。臆することなく、商業的な成功を収め、全世界で12億ドル以上の工業収入を記録した。ユニバーサル社は、その後、 最終2作品を2020年5月と2021年4月に公開し、リンが監督に復帰することを発表した。ブルースターがミア・トレッド役を再演することが発表され、脚本家のダニエル・ケイシーが9作目に採用された。ジェットブレイクは東京ドリフト以来、モーガンが脚本を担当しない初めての作品である。スピンオフ1作目で主演を務めたドーエイン・ジョンソンと、 ジェイソン・ステイサム2015年、ディーゼルはスピンオフの可能性が開発の初期段階にあることを発表した。2019年、ディーゼルは女性キャラクターに焦点を当てた映画を発表し、合計3本のスピンオフ映画が開発中であることに言及した。このプロジェクトでは、ニコール・パールマン、リンゼエビア、ジェニーバ・ロバートソン・ドーレットが共同脚本家を務める。最初のスピンオフ作品、 ワイルドスピード、スーパーコンボは2018年に公開され、ジョンソンとジェイソン・ステイサムが出演した。2017年末、バラエティはモーガンが脚本を執筆し、デビット・リーチが監督を務めると報じた。本来ならば、メインシリーズの9作目が2019年4月に公開され、続いて10作目が2021年4月に公開されるはずだった。しかし、 ユニバーサル社は2019年の公開日を占有するためにスピンオフ作品を進めることを選択した。これによりジョンソン、ディーゼル、ギブソンの間に緊張感が生まれ、ギブソンはインスタグラムの投稿を通じて第9作の延期の原因となったジョンソンを批判した。2018年10月、長期的なプロデューサーであるニール・ H モリッツは配給会社からスーパーコンボの リードプロデューサーから外された後、口頭契約の違反と約束詐欺を犯したとして、ユニバーサルピクチャーズを提訴した。さらに2019年5月には、ユニバーサルがモリッツを今後のワイルドスピードシリーズすべてから降ろしたことが明らかになった。2006年にジャスティン・リンが監督したワイルドスピード X3 東京ドリフトでは、ハンリューがファストサーが2発登場した。 ハンは、リンが2002年に監督した、ベターラックトゥモローで、すでに同名のキャラクターを演じていた参観が演じており、その後、ハンは、ファストサーガの主要なレギュラーキャラクターの一人となった。ベターラックトゥモローのハンと、ファストサーガのハンの関係については、当初は言及されていなかったが、リンとカンの両者はその後の数年間に繰り返し、同一人物であることを確認し、ベターラックトゥモローは、 半のオリジンストーリーを兼ねており、この映画は遡って、ファストサーガの連続性の一部となっている。2016年4月、ドリームワークスアニメーションは NBC ユニバーサルに38億ドルで買収され、その買収にはユニバーサルピクチャーズのバナーの下で映画をベースにした、または映画と一緒にアニメーション映画やシリーズを制作するためのファーストルック契約が含まれていた。 2018年4月、ストリーミングサービスのネットフリックスは、シリーズ、ワイルドスピード、スパイレーサーを制作し、ブレッド・ハーランド、ディーゼル、ティム・ヘドリック、モーガンが、エグゼクティブプロデューサーを務め、ヘドリックとハーランドが、ショーランナーを務めることになった。第一シーズンは2019年12月26日に8話で、初放送された。ワイルドスピード・ワイルド・スピード X にワイルド、 スピード X3 東京ドリフトワイルド、スピードマックスワイルド、スピードメガマックスワイルド、スピードユーロミッションワイルド、スピードスカイミッションワイルド、スピードアイスブレイクワイルドスピード、スーパーコンボこれらのショートフィルムはダイレクト2ビデオでリリースされたり、ユニバーサル社が限定的に劇場で配給したりした。主にワイルドスピード、ワイルドスピード X2、ワイルドスピードマックスの DVD リリース時に特典として収録された。フィルムは10分から20分程度で映画の中で登場するキャラクターやイベントのバックストーリーを提供する自己完結型のストーリーとしてデザインされていい。また、初期の主役たちがシリーズを去ったことで生じた年代的なギャップを埋めるために作られた。この映画は、ブライアン・オコナーがロサンゼルスから逃げ出し、法の執行を避け、 最終的にマイアミに到着するまでを描いている。この作品は、ザ・ガーストアンドザ・フューリアスと、ニ・ファーストにフューリアスの間に設定されています。監督は、フィリップ・ジー・アトウェル、脚本は、キース・ディニエリで、2003年6月3日に公開された。ドミニクトレッドは、ドミニカ共和国で指名手配中の逃亡者として、暮らしていた。やがて彼は、デティア、他の仲間と再会し、 貧しい地域を救うためにガソリンのハイジャックを計画する。この作品はワイルドスピードの後、ワイルドスピードマックスの前が舞台となっている。監督はディーゼル、脚本は t j マンシーニで彼とディーゼルによるストーリーから作られた。2009年7月28日に公開された。ドミニク・トレッドのいとこであるトニー・トレッドは政府機関からの要請を受け、仲間と共に 世界征服を企む犯罪組織 SH1FT3R の隠れみのとなっているエリートレーシングリーグに潜入する。ワイルドスピードスパイレーサーは映画フランチャイズをベースにしたアニメーションシリーズ。ビン・ディーゼルはドミニク・トレッド役で再登場し短い登場シーンで声を担当している。制作葬式はヘドリック、ブレッド・ハーランド、ディーゼル、ニール・モリッツ、 クリス・モーガンが務めている。また、ヘドリックとハーランドは番組のショーランナーも務めている。シリーズの第一シーズンは2019年12月26日にネットフリックスで公開された。2006年に東京ドリフトが公開された後、ユニバーサルはテーマパークのアトラクションを導入してフランチャイズの販売を開始した。2006年から2013年にかけて、 ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのスタジオツアーの一環として、The First and the Furious エクストリーム・クローズ・アップというアトラクションが登場した。このツアーでは、トラムが小さなアリーナに入り、グロップビークルを多関節のロボットアームで操作するデモンストレーションが行われた。2015年には、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのスタジオツアーの一部として、新アトラクション、ファースト＆ フューリアス、スパートシャーゲドがオープンした。ツアーのトラムは、映画5作目で使用された黒のダッチチャージャーの前を通り、ルーク・ホブスの動画を見せられ、応援賞が探している重要な商人がトラムに乗っていることを知らされる。その後、FBI によってパーティーは中止され、路面電車は、モーションシミュレーターに移り、ローマン・ピアース、デティオルティス、ドミニク・トレットラによる、 ジェイスシーケンスが繰り広げられます。同様のアトラクションは2018年にユニバーサル、スタジオフロリダにもオープンしました。行列ではゲストは映画の記念品が置かれたガレージを通過した後、テジパーカーとミアトレットからパーティーへの招待のビデオコールを受ける。ゲストはパーティーバスに乗り込み、そこでコブスからのビデオメッセージを受け取り、ハリウッド版と同じようにライドが進行する。 2018年、ユニバーサルは、スタントドライビング、パイロテクニクス、プロジェクションマッピングを組み合わせて、映画のシーンを再現し、その他のスタントを行う一連のライブショー、ファーストフューリアスライブツアーを発表した。制作期間中、何千人ものスタントパフォーマーやドライバーがオーディションを受け、選ばれた場合は4ヶ月間のトレーニングキャンプを受ける、必要があった。さらに、 パルクールのアスリートやドライバーとパルクールの実践者の両方を必要とするスタントも登場しました。ファーストフューリアスライブは2018年1月11日から12日にかけてリバプールのエコーアリーナで2回のプレビュー公演を行い、その1週間後に正式にヨーロッパツアーを開始した。ワールドスピードはシリーズに関連したいくつかのレースゲームを生み出し、また ニードフォースピードや、ワンガンミッドナイトクラブなど、様々なシステムで、プレイ可能な他のゲームのインスピレーションとなってきた。2004年に携帯電話とアーケード向けに発売されたゲーム、ファストフューリアスは、第1作目をベースにしており、その続編である、にファーストにフューリアスは、同年に携帯電話専用に発売され、第2作目をベースにしている。2006年に、 プレイステーション2とプレイステーションポータブル向けに発売されたゲームザ・ファスト・ザ・フューリアスは東京ドリフトから大きなインスピレーションを受けている。このゲームはそこそこの売り上げを記録し賛否両論の評価を受けて発売された。もともと2003年に元気者からワイルド・スピードのビデオゲームが発売されようとしていたが理由は不明だが おそらくグラフィックが原因で中止になった。特筆すべきは、モバイルゲーム向けに、いくつかのゲームがリリースされていることで、iOS や Android 端末向けに、多くのゲームが発売されており、ライセンス外のタイアップ作品として、The First and the Furious, Pink Slip, First and Furious, First ア First and Furious, Adrenaline がある。第6弾では、 ファーストフューリアス6ザ・ゲームと題したタイアップ作品の開発にユニバーサルが協力し、ファーストフューリアスレガシーの開発にも協力した。ファーストフューリアスショーダウンは2013年にマイクロソフトウィンドウズ、XBOX360、PlayStation 3、Wii U、Nintendo 3DS 向けに発売されました。プレイヤーは 複数のキャラクターを操作して、映画5作目と6作目の間にある物語のギャップを埋めていきます。否定的な評価を受け、経済的には中途半端な成功を収めました。Facebook のゲームカータウンにはシリーズに登場する様々な車や場所、キャラクターが登場しています。2015年、マイクロソフトスタジオとの契約により、Xbox One 及び、 Xbox 364のフォルサホライゾン2のスタンドアロン拡張版フォルサホライゾン2プレゼンツファーストフューリアスが発売された。これはフューリアス7のプロモーションのためにリリースされたものでおおむね好評を博したが一部の非評価は主人公たちの関与が限られていることを嘆いていた。2017年車両サッカーゲームロケットリーグは ザ・フェイト・オブ・ザ・フューリアスのプロモーションとしてダウンロードコンテンツパックをリリースし、プレイヤーは映画に登場したダッチチャージャーとその専用ホイール、その他6つの新しいカスタマイズを購入することができるようになった。ファーストフューリアス・クロスローズはザ・ゲームアワーズ2019で発表されました。開発はニード・フォースピード・シフトや プロジェクトカーズシリーズを手掛けたスライトリーマットスタジオ発売はバンダイナムコエンターテインメント。当初は2020年5月の発売を予定していたが、ほぼ完成していたものの、コビト19パンデミックによる物流の問題で無期限延期となっていた。ファーストフューリアス・クロスローズは2020年8月7日にマイクロソフト・ウィンドウズ・プレイステーション4 Xbox One 向けに全世界で発売された。2002年には、ラジオシャックが第一作に登場する車のマイクロラジコンカーバン、ジップザップスを仕入れて販売し、ダイキャストメタルメーカーのレーシングチャンピオンズは2004年に第一作と第二作に登場する車のレプリカを1、18から1、64までの異なるスケールで発売した。AMT アートルは、 レーシングジャンピオンズに対抗して2004年に主人公の車の1-24スケールのプラスチックモデルキットを発売し、ジョニー・ライトニングは JL フルスロットルブランドで東京ドリフトに登場する車の1-64と1-24モデルを発売した。また、ジョニー・ライトニング社は JL フルスロットルブランドで東京ドリフトに登場する車の1-64及び1 24モデルを発売しました。2011年、ユニバーサルはグリーンライト社にライセンスを供与し、ファストファイブを期待して全作品のモデルカーを販売した。2013年以降、ホットオイールは第6弾以降のすべての車の一六64モデルを発売している。2020年、レゴはテクニックラインでドムのダッチチャージャーのセットを制作した。ありがとうございます。